ローゼンタール通り側からも、ソフィエン通り側からも入ることができる。ハッキシェヘーフェは、ドイツの複合施設。ベルリンのミッテクに位置する、八つの中庭を持つ建物で、ある。ヘーフェは、ドイツ語で中庭を意味する豊富の複数形であり、ハッキシェヘーフェは、ベルリンで、最も規模の大きいヘーフェである。ハッキシェヘーフェ、ハッキシャホーヘ、ハッキシャーヘーフェ。 ハッケシェンヘイフェなどの表記がある。ハ発シェンヘイフェは、ガラス製品の製造業者が19世紀に土地を買い取り、アルトバウと呼ばれる古い建物が建設されていた絶頂期にあたる1906年から1908年に建造された。設計は建築家のクルトベルントが手掛けた。建てられた当時、ヨーロッパ最大の集合住宅であり、 ユダヤ人職人たちの住居やアトリエとして使われていた。建物は戦争によって大きな被害を受けた。東ドイツ時代、表通りに面したファサードは改築されたが、多くの中庭は半壊した状態で放置されたままになるなど荒廃していた。1989年、建物を当初と同様のものに修復する事業計画が動き出す。ベルリンの壁が崩壊した後、 急西ベルリンと比べて、家賃が安かったこともあり、アーティストや若者は、ハッケシェヘーフェの周辺に、新しい住居を求めて集まり始めていた。ドイツ再統一後の九百九十五年から、改修が行われ、その頃からショップなどが入り始める。九百九十七年に改修工事が完了し、ハッケシェヘーフェは、今までにない新しい都市空間となり、やがてベルリンで、 最も熱気のあふれる場所と言われるまでになり、多くの観光客が訪れている。それぞれの中庭に割り当てられた、数字路面電車の走るローゼンタール通りに、正面の出入り口があり、北側のソフィーエン通り側にも、出入り口があるので通り抜けができる。それぞれの中庭には、数字が割り当てられている。8つの中庭は、ファサードのデザインも建物の用途も異なっている。 建物の1階2階部分には中庭に面する形でカフェやショップ、ギャラリー、劇場、映画館などが設けられており、上階は集合住宅として利用されている。ホーフ1はエンデルの中庭と呼ばれ、レストランなどが入っている。有限とシティールの建築家、アウグスト・エンデルがこの中庭を囲む建物のファサードをデザインした。ホーフ2は シアターの中庭と呼ばれ、劇場やギャラリーがあり、その横にはカフェやショップなどがある。ホーフ3は芸術の中庭と呼ばれる。ホーフ4は泉の中庭と呼ばれ、トリッペンの木観店が入っている。ホーフ5は栗の木の中庭と呼ばれ、アンペルマンショップの本店が入っており、中庭の中心には大きな栗の木がある。ホーフ6、7、 八はそれぞれ、ソフィー園の中庭、職人の中庭、住宅の中庭と呼ばれる。ハッケシャー・マルクト駅から徒歩3分、バインマイスター・シュトラーセ駅から徒歩5分。周辺には、ペルガモン博物館、ボーデ博物館、旧博物館、新博物館、旧国立美術館を要するムゼウム・スインゼルのほか、ベルリン大聖堂、ベルリンテレビ塔などがある。ありがとうございます。